はい、それでは次の質問に移ります、はい、入学後の研究内容について教えてください。はい、私は北方領土問題解決後のルール作りについて学んで研究していきたいと考えています。その中でも私は特に異文化を持つ人々が平等に暮らしていけるということを目標にしてルール作りについて研究していきたいと考えています。ロシアと日本人が共生する異文化共生という点で国際人権法や国際法について学んでいく中で研究を深めていきたいと考えています。大学入学後は国際法のゼミで学んでいきたいと考えています。以上です。はい、具体的な、研究の計画であったりとか構想は何かありますか？はい、私は国際人権法を担当されているユン・イン・ハ先生のゼミに入って学んでいきたいと考えています。以上です。どのような、ことを学びたいんですか、ユン先生のゼミでは？はい、ユン先生は難民についてのレポートを提出していらっしゃるので、私は難民という他の文化を持つ人が同じ場所に住むという点で、私が目指すロシア人と日本人のルール作りというのに大きなヒントをいただけると考えています。以上です。